こんばんは。12月18日金曜日の夜でございます。平山茂です。今日もお疲れ様でした。そして明日もお仕事という方、寒いですけど本当になんとか気合で乗り切ってください。本当に大丈夫だから、大丈夫だよ、あと今日地震がありましたね。なかなか大きな地震でした。まあまだ分かりませんけれども、またね、引き続き地震が起きる可能性も十分に考えられると思いますので、十分にね、準備して備えて、いつ地震が来てもね、大地震が来てもいいようにちょっと備えましょう。非常食とかね、まあ、水もそうですけども、電気ガスがね、もしかしたら止まるっていうこともね、考えられます。そうなった時のためになんかね、カセットコンロとかね、カセットコンロで、ね、手元にお家にないっていう方は、まあ、こういう機会にね、買うっていうのもありだと思います。もう今だったらね、コンビニとかでも売ってたりしますし、まあ、ちょっと車走らせればドン・キホーテとかね、この夜中でもね、一番怖いのはね、夜地震が来るっていうね、まあ、そんなあの恐怖を煽るつもりは全くないんですけれども、まあ本当にしっかり準備だけしておきましょう。でも大丈夫、大丈夫だから、うん、人間は強いからね、強いから大丈夫です。絶対大丈夫、負けないよ、地震なんかに負けない、我々はね、準備さえしとけば絶対大丈夫だからね。なんかどでかい地震が来ても、今この瞬間に来ても俺は大丈夫だぞ。おい地震くん、ん、おい地震、今来てみなさいよ。挑発してるわけじゃないよ、来なくてもいいんだ、一生来なくてもいい、でもいざ来てみろ、俺はお前なんかには負けねえぞ。おい地震、バカ野郎、地震のバカ野郎、本当に、とにかくですね、大丈夫、大丈夫大丈夫、本当大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、本当大丈夫だから。ちょっとさすがに暑いね、さすがにちょっと暑いですけど、大丈夫だから、何が起きても大丈夫だから、みんなね、僕じゃないですよ、みんなですから、みんな大丈夫だからね。うん、じゃあまた明日会いましょうかね、また明日お会いしましょうか、明日見てくださいまたね。ということで、あ、大丈夫だから、本当に大丈夫だから、大丈夫大丈夫、本当に、なのでまた明日お会いしましょう。明日土曜日の、明日ちょっと何時にあげれるかまだ分かりませんけども、明日中に必ずねあげますから、よろしくお願いします。お休みと言いたいところですが、本当に、ちょっと今日ぐらいはあの寝る枕元と言いますかね、寝てる体の近くにスニーカーをね、ちょっとまあ袋に入れた状態でいいんで、スニーカーをちょっとね足元に置いておいて、何があるかわからないんでね、すぐに家を飛び出せるように避難訓練というようなね気持ちでもいいと思います。騙されたと思って一度やってみてください。袋にちょっとね靴を入れて、でちょっとね、あの真っ暗でも 手の届くところに置いて、携帯とかね手元に手の届くところを置いてると思うんで、それでライト照らしてもらってね、靴履いて状況確認しつつ、であったかい格好も必ずしましょうね。まあ本当に何が起こるか分かりません、注意だけして、こんな感じで、うん、本当に大丈夫ですからね、大丈夫、大丈夫だから、絶対に、絶対大丈夫だから。ちょっとね、うん、まあちょっと地震、強めの地震が来たということで、ちょっといろいろ思うことがありましたので、今日はこんな感じな、大丈夫ですじゃない、大丈夫になってしまいました。ということで、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。平山茂でした。地震のバカ野郎、絶対負けねえからな、地震は。本当にね、地震なんかに負けねえよ、絶対、絶対地震なんかに負けねえ。